あ、なんか面白い話いっぱい出てきそうだな。面白いです。いや、聞いてないよ。いやいや、 あとね、まあまあこれは店じゃなくてもいいけど、話すんだったらあの屋台の話とかしたらむちゃくちゃ面白いですよ。あの俺の飲み屋で裏の屋でおでん屋やってた時、すごい時代だった。あれむちゃくちゃ、だってあんな交番の並びでやってやったやよ、そりゃ注意されるよ。注意どころか、その夜の8時に屋台引っ張ってって開けるんだけど、開けた瞬間に 7,8 人のおばにガーって囲まれて、なんとか交通機動隊だ、おとなしくしろわっぱかけろとかって写真なら、ね、屋台の人間一人おでんの汁をかけて対応して懐かしい、ね、あんな時代だったもん、ね、ちょうど裏だから、歩いてほんと 1,2 分の裏だったから、うん、うちのお店で裸になってこの鍋持って帰れ、それをあれもすごいマッパのやつが鍋持っておでん買いに行くんだって。いや、そんでそのおでん屋をなんでやってたかっていう理由がもっとすごくて、その入り口のぼったくりバーから逃げてくる客をすっとめる役になってる。裸で逃げてくる客がいるんで、こら待てーとかって言って、そいつらをあのおでん屋のところでブロックするんだよ。ちょっと待て、そういうおでん屋だったんだ。で、ろくでもないあの周りにいるチンピラどもが、やれあの茶化おかしくれとか、やれ薬おかしくれとか、とんでもね、あの屋台の下の戸棚に変なもんいっぱいいたら、あんなとこは一発だよ。ひでえ時代だったよな、本当に。ようあんなことやってたよ。いや、すごかったよ。いや、面白かったもん。もうむちゃくちゃだったもん、あの時は。そりゃパクられるよ。まあまあまあ、うちの店もむちゃくちゃだったけど。いけるともむちゃくちゃって、いや、むちゃくちゃっていうか、でも、まあ、うちはミュージシャン系の、むちゃくちゃ、いや、昔はだから打ち上げってあんなもんだったんですよ。